だから、はい、破産っていうのは会社がなくなってしまうとか、まあ、いわゆる法人がなくなるっていうことではないんですよ、うん、はい、でまたこれを言うとあいつら頭悪いから、正直あいつらはっきり言います、頭悪すぎます。頭悪いのか、あえて頭悪いふりをしてるのかどっちか分かりません。とにかくこの自分たちがお金を使えない期間を先延ばしにすることによって、どん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 お金をね流してる可能性めちゃくちゃ高いので、正直もう あんまり法的に効果のある主張がされてない。もう妄想なんですよ、うん、どういう妄想かというと、申し立てにいわゆるヒロイさんのことですね、4000万貸したヒロイさんはもうね、言ってることが大津彩香の頭の中をそのまま言ってるんです。多分大津が言ってることそのまま言ってると思うんですよ、うん、要は選挙で立候補しました、その時の政見放送の政策費とかがネット選挙に行くから、ネット選挙が儲かってるから、ヒロイさんはその申し立て人であるヒロイさんにはネット選挙からお金が現れてるはずだ、強く疑われるって書いてあるんですよ。そんな疑い、お前ほんま頭湧いてるなっていう主張してるんですよ。だから破産っていうのは会社がなくなってしまうとか、まあ、いわゆる法人がなくなるっていうことではないんですよ、うん、はい、どっかの点で、ここの点でプラスのお金とマイナスのお金を精算して、うん、当にとってプラスのお金がこれだけ、マイナスのお金がこれだけあると、うん、この人に返すときに100万円の人に1人100万円返したら無理だから、まあ、例えばこっちに300万円あって入ってくる、まあ、お金が300万、返さなきゃいけない人が1000万円だとしたら、これはもう100万円、例えば1000万円に100万貸してる人はもうこの人は30万円返すから残りの70万円諦めてくれよって意味です。で、そうすると一旦これで綺麗になるので、この生徒は一回プラマイゼロではもう一回 再スタートできるんですよ。まあ個人もそうですよ、自己破産ってそうですよね。個人の場合も破産したらお前死ねとは言わないんですよ。で、株式会社の場合はこれは一応消えるんですよね。そうですね、株式会社は殺されてしまうんですが、国政政党はこれは消えずにまたプラマイゼロからスタートしてですね、もちろんこのマイナスに関してはここで70万円損してるので、これは任意で返すことはできるっていうことでいいんですよね、この先儲かれば、うん、そうです。だからそこ大事なんですよ。だから今年は破産だけども、来年再度斉藤君なり、浜田君が国政政党に所属すれば再度政党助成金が入ってくるので、その入ってきたものをですね、ここで100万円の人はとりあえず30万円しか返らないけども、必ず70万円は必ずか70万円お返しできるっていう意味での破産なので、ね、そこはちょっと向こう側をしないようにしていただきます。そうですね、よく破産するとその借金が免責されるとかっていう話がありますけれども、あれは個人の方に限ってなんですよ。個人だけですね。個人の方はやっぱりそこから、いや破産して財産出したんだから経済的に再建させてあげようって特別な許可手続きなんですよ。法人は関係ないわけですよ。今ある財産全部払えと。で、払った後、例えば株式会社なくなりますが、国際政党は存続するので、払えるんだったら当然払っていけって話なんですね。で、当然、まあ、代表権が斉藤さんに戻ってきた後、皆さんが、返済を受けられなかったお金、残るものについては当然、政党として今後も返済させていただくものですので。もう一回ちょっと言うと、具体的な数字出すと分かりやすいんで、はい、こっちに要は3億円あるんですよ。うん、財産がね。うん、今、だから大津の、犯行と、まあ、大津の犯行というか、まあ、大津と斉藤君の犯行で動かせるものが 1.7、まあ、1.5 億くらいです、ざっくりと。で、大津単独で動かせるのが 1.5 億で3億あるんです。で、こっち側がまあ10億あるんですよ、マイナスがね。で、3億をこのまま放置していると、これを使われるよりも、まずは1回この10億のうちの3億ね、30% 返せって言ってるわけです。で、これをある程度の期間かかるわけですよ、これ。この期間は、大津の一存でお金を使えないように財産を保全する、まあ、差し、まあ、保全でいいんですよね。管財人がつくんで、これがだから普通6ヶ月とか1年ぐらいかかるんですよね、はい、そうですね。この期間に何をするかっていうと、これ決定が下ると、こっからこの期間は大津でも斉藤君でもない、破産管財人がプラスの財産とマイナスの財産を調べて分配する作業をするんです。で、この分配する作業が終わったら、はい、またじゃあ関西に外れて、あ、大津が代表権残れば大津がやる、斉藤君だったら斉藤君がやるっていう、そういう手続きになるので、だから斉藤君が戻ってくれば最高なわけですね。斉藤が代表権が認められれば最高なんですが、もしそうじゃなかったとしてもちゃんと残りの 70% については私が別に作る政治団体の方で引き受けますよと。
でまたこれを言うとあいつら頭悪いから、正直あいつらはっきり言います、頭悪すぎます。頭悪いのか、あえて頭悪いふりをしてるか、どっちか分かりません。とにかくこの自分たちがお金を使えない期間を先延ばしにすることによって、どん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 お金をね流してる可能性めちゃくちゃ高いので、本当は裁判所には早くこの決定をしてほしいんですけども、まあ、残念ながら次が3月7日まで、ですね、基本的にもう期日は開かれません、はい、もう裁判官十分私が理解できるところまでは聞いてるので、はい、まあ、ただ豊田弁護士がですね、まあいろいろまだ言いたい、いや今日1時40分に出してきたんですよ、ファックスでこの反論ね、反論書をこれ2時半ですよ期日、はい、に出してきて、2時ぐらいに書記官が僕のとこ来て、先生ファックスで出されたみたいなんですけど、あ僕ネットで見ましたと、読みましたんで大丈夫です、期日でこの件についてもお話しますって形で2時半始まったんですけど、正直もうあんまり法的に効果のある主張がされてない、 もう妄想なんですよ、うん、どういう妄想かというと、申し立てにいわゆる広井さんのことですね、4000万貸した広井さんは、立花隆による選挙ビジネスのおけるスキームにおいて、ネット選挙に生じた莫大な金額の売上のうちの利益から申し立てに対して還元されたことが強く疑われる、うん、こういうこと言ってるんですよ、4000万円債権あるけど返済受けてるはずだみたいな主張してるんですよね。それがどっから受けてるかっていうと、ネット選挙からお金もらってるんだと。もうね、言ってることが大津彩香の頭の中をそのまま言ってるんです。多分大津が言ってることそのまま言ってると思うんですよ、うん、要は選挙で立候補しました、その時の政見放送の政策費とかがネット選挙に行くから、ネット選挙が儲かってるから、広井さんはその申し立て人である広井さんにはネット選挙からお金が現れてるはずだ、強く疑われるって書いてあるんですよ。そんな疑い、お前ほんま頭湧いてるなっていう主張してるんですよ。そんなの証拠も、もちろん事実もなければ証拠もないから、そう強く疑われるんだったらその根拠を示せって話ですよね。今回私の主張書面の中で、まあ、ちょっと書いたんですけれども、うん、不当な目的ではないと。なぜかというと、この債権者の、まあ、広井さんはその今のこの 1.7 億りそな銀行にあるその預金を千葉の裁判先に先行してるんで、いわゆる返還弁済を受けることが一番できる地位にあるわけですよ、今先頭に走ってるんで、うん、だ多分広井さん個人の利益で言ったら黙って判決出してもらって強制執行かけてりそな銀行のお金取り上げちゃえば4000万円返済受けられるわけですよ、満額。でも彼はみんなの債権者のために余納金、今その裁判所に入ってる500万だって広井さんもともと出してもらったようなお金なんです。それを出してまでこの手続きに協力してくださって、結局自分は配当3割しか得られないと、うん、それ分かっててこの手続きに協力してくれてる正義のヒーローなわけですよ。ただ彼らからするともうそれが理解できない。4000万円普通に裁判すれば取り立てができるのに、わざわざ破産申し立てをして、とりあえず4000万円が1200万になることを許す人なんて彼らの考え方ではないんですよ。だから僕たちはいかに真面目に世の中全体のことを考えてやってるかっていうのは、彼らにはそういうことが理解できないし、まあ本当によくまあこんなに悪いやつらが集まったらと、まあ、特にだから昨日の、あ先生これまだ見てもらって、昨日もライブ見ました、孤独感借用書ですよね。あ見ました見ました。ちょっと利息の定め方がちょっとありえないですね。僕ねこれを見た時に、はい、うん、こいつらこれを信じるんだっていうのがね、そうですね、ちょっと暴力団関係者の名前が入ってるの映ってないですけど、はいはい、2000万借りて利息はいつ返しても1300万だっていう借用書なんですよ、うん、で手数料がそれ以外に200万円払えて、意味分からへんでしょ、うん、いつ返しても利息だから、今日借りて明日返しても2000万借りて明日返したら3300万ですよ、うん、でこれ作ったのは当然黒川の部下っていうかお仲間なんですよ、で黒川はこれを320万円で買い取ってるんですよ。で作ったやつがなんかバレたっつって、これ黒川のねお母さんの会社に返金してるんですよ。これ返金があるんですね。これ返金してるんですよ。で要はこういう、まあ普通ね今話題になっている週刊文春の松本さんのね、いわゆる真実相当性で、これ真実相当性があるって言ってるんですよ。この借用書を見てね、立花が暴力団からお金を借りたことをもう十分真実だと信じるに値するような証拠ですって出してきてるんですよ。
だからそのような発想の頭の人たちなんで、だってもうそもそも僕のあれではこれを欲しいなって、欲しがってこれを偽造したやつに320万払ってで、まだ俺からお金を取ろうとしたの実は、うんうん、で僕に接触してきたの、これ作ったやつが、うん、で黒川さんとなんか僕は和解させれますよみたいなこと言ってきて、うん、話を聞いたら何言ってんの、黒川と和解なんかする気ないでと、うん、でこの借用書誰作ってんって言ったら別の人間が作ったと言ってたけども、結局そいつも詰めたら、うん、嘘でした320万円返しても返しましたと、うん、訴えられちゃうから、うん、有印私文書偽造罪で訴えるということで320万円返してと、まあ、何が言いたいかっていうと、こういう人たちが、まあ、大津彩香の周りに弁護士トヨタも含めて集まっていてですね、うん、まあまあよくそんなこと言えるなという人たちなんで、ただ裁判所はあまりにもそういうむちゃくちゃなことを言う人たちに対しては一応警戒してるから、3月7日までにもう一度、はい、まあ、トヨタ の言い分は聞こうと、ただもう期日が入るわけじゃないので3月7日までに書類が出たらその書類を持って、破産の決定をする、もしくはしない可能性ももちろんあるんですけど、をやるということになったそうですね、はい、前回、まあ、その代表権裁判が3月21日に判決が出て、そこまではまあ伸びないんじゃないですかという感じの話だったので、おそらくその3月7日から3月21日の間に出るんじゃないかなと、まあ決定がね、私は予想はしてるんですけれども、はいはい、まあそんなタイミングかなと思いますね、はい、まあ、今回これで認められないっていうのが正直私は想像ができないんですよ、はい、だって債権がしっかりあって支払い不能であることも明らかで、逆にこれで認めなかったら、だって破産裁判所何のためにやってんのって、債権者の方たちの利益守るためにやってるんでしょ、ちょっと裁判所がここで決定を出さない正義っていうのは、うん、私は正直理解できないので、うん、まあ、まず間違いなく、まあ、そうですね、あと破産できる能力があるかどうかについてもちゃんと特別法に書いてですね、はいはい、だからいわゆるこの後破産した後潰れなくて株式会社はそのまま潰れるんですよ、うん、ただ潰れずに存続するまで書いてるので、うん、破産の能力、いわゆる破産ができない法人ではないということも直接書いていますので、うん、まあね、ちょっと、まあ、そうですね、ちょっとこれ学術的な議論なんですけれども、破産能力ってその破産者、破産開始決定が出ると破産者と呼ばれます。なんで破産開始決定出たら破産者みんなで作る党と表示されますんで、まあ、皆さんそういう感じになるんだろうなと思うで、破産者となる一般的な資格がそもそも国政政党にあるかっていう議論が、まあ、ちょっとあって、でこれについては法人格扶養法で解散が先行して後で債務がいっぱいあると、債務超過であるということを分かったら破産手続きに移行しなさいって規定があるんですね。なのでそもそも法律が国政政党に破産能力があるって認めてますよってことは、まあ、言ってるし、まあ、著名な学者の先生もそういう公益法人であっても破産能力は認めるべきだと言ってるんで、まあ、ここで弾かれるってまずないと思うんですよね、おそらく、まあ、とにかく我々はもちろんね、万が一、これ万が一ですよ、本当万が一なんで 99.9% はないと思うんですけど、まあ、0.1% の確率で破産が認められなかった場合は返還弁済ができるということになるので、うん、今 1.7 億の裁判と支払い督促の法廷なども進めてますから、うん、まあ、それを早急に進めてですね、やっていくっていうことになりますが、まあ、もうちょっとさすがにその可能性はもう限りなく低いので、変に言うともうね、揉めると混乱すると思うので、あとだから、あと大津から出してるアンケートのハガキ、はいはい、まあ、あれは別にもうむしろ送らない方がいいと思います、うん、何のためにそんなことしてるのと、うんうん、皆さんいろいろポストで何が正解とかその不正解とかって議論されてるんですけど、いや単純に自分たちの都合のいいものだけ使って、うん、都合の悪いものは出さないっていうその程度じゃないかなと、うん、そうだよね、僕は思いますけど、そうですよね、だからまあ回答しないのが一番いいと思いますけどね、うん、はい、ということで、まあ、皆さんにはご心配をおかけしていますが、最終的には政党ですので国民からの信頼があるかどうかが勝負になってきます。裁判所はちゃんとした真っ当な判断を出してくれるとは思っていますが、万が一、まあ、我々の活動というのはどうしても既得権益からすれば鬱陶しいわけです。総務省にしても裁判所にしてもですね、いわゆる旧体制を守ろうと、今までの体制を守ろうという人たちがいることも事実なので、我々がひょっとしたら不当な圧力っていうかね、不当なあれで負けるかもしれませんが、でも最後必要なのは国民の皆さんからの支持、
ご支援があればですね、お金も集まる、選挙もできるし、選挙の時の票も取れますから、国政政党はもちろん、斉藤健一郎になる、そしてこの破産 もあの申し立ても決定されることは確信はしていますが、ただ何があるか分かりませんので、我々が想定していないことが起こったとしても、皆さんの力をお借りしてですね、今後も我々の活動はしっかりとがっちりと進めていきますので、ご安心いただければと思います。真面目に締めましたということで終わります。はい、はい、NHK をベッドカーありがとうございました。はい、パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をでっかー